明の変化球は決まりません。ボール先行です。外に決まりました。これが4球目。空振りになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。ショート前に来る。ショート取った。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って周東、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ボール。ストライクになります。次が3球目。ボールになります。インハイ決まります。2ボール2ストライクです。さあ仕留められるか。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。この回ホークス3人で攻撃を終えています。5回終わって1対0、ホークスが1点をリードしています。ここまでのハイライトです。1回の裏ツーアウトランナーなしから迎えるは3番柳田。3球目しっかりと捉えました。ホークスこの一発で先手を取ります。3回の表得点圏にランナーを置いて外野フライに打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。打順は1番に返ります。バッター荻野。まあ先ほど打たれたツーシームの使い方工夫したいですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。まあ出塁すると嫌なランナーになりますからしっかり抑えておきたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど、さあどう来るか。さあ勝負してくるのか。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の角中。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがレフトフライに倒れています。千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。3球目は何で来るか。インハイ決まっています。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンドが前に来る。取った。アウト、ツーアウト。打順は3番マーティン。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。
初球ボール。さあ2球目は何か。引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはホークスです。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、ホークスの攻撃、バッターは2番中村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打った、大きな打球になった、これはどうか、スタンドには届きません。中村、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー1塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。打席には3番バッター柳田、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール、ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。内へ曲げてきました。これが3球目、バッターよく見ました。インサイド落ちました、高く上がった、さあどうだ、右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁二塁。ここは見事なバッティング、ツーベースヒットでランナー二塁三塁としています。そうですね、いい形に持っていけましたね。さあ、そしてバッターボックスにはグラシアルが入ります。さあ追加点のチャンスです。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。赤星さん、犠牲フライの打ち方という、低めのボール打っていった、送球する、サードランナーがホームに帰っていきました。ホークス追加点を挙げました。2対0になりました。エースに援護点をプレゼントします。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、どう攻めていくのか、バッティングに注目ですよね。はい、その期待のかかる栗原がバッターボックスです。まずは見送ります。ワンボール、次が2球目、ストライク、見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。ワンボールツーストライクです。
追い込まれたんで空振り三振を狙うようなボールでしたね。よく見極めましたよね。はい、そうですよね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。やはり最後は落ちるボールでした。ランナーは変わらず三塁一塁です。変化球を見極めます。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。さあ3球目は何か。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。追い込まれたんで空振り三振を狙うようなボールでしたね。よく見極めましたよね。はい、そうですよね。これが5球目。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。逃げていく変化球を捉えることはできませんでした。ランナー三塁一塁は変わりません。さあそして打席には松田が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。ファウルボール、外低め決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ファウルボールです。次が4球目。三遊間、難しいバウンドをさばいて一塁へ。一塁アウトで3アウト。しかしこの回ホークス1点を追加しています。6回終了2対0、ソフトバンクホークスのリード広がっています。里崎さん、さすがの安定感でこの7回迎えています。まあそうですね、まあ、ここまでは本当に安心して見てられるような投球内容ですよね。そうですね、この終盤もピシャリと抑えることができるんでしょうか。インコースボール、今の球には手を出しませんでした。ストライクです。ワンボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センターライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックス井上、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。周東、ツーアウトになりました。打席には6番バッター中村、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。打ちました。これはどうか。ピッチャーが取る。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ギリギリです。ノーボールツーストライクです。
が3球目。3球目打ちました。この当たりはどうか、ライトが取りました。9番バッター今宮、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。まあ球威が落ち始めてますから、しっかり狙っていきたいですよね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。2球目打ちました。中村が掴んで2アウト。打順はトップに帰って周東、今日は盗塁を決めています。2アウトになっています。ピッチャーちょっと疲れ、引っ張った井上、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ホークス三者凡退です。7回終わって2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。ゲームは8回に入ります。7番から始まるマリーンズの攻撃、バッターはエチェバリア、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークスリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点差だとまだ分かりませんから、集中を切らさずに投げてほしいですね。確かにその通りですね。